はいどうも、浜です。浜テレビ始まりました、東京観光編、今日は六本木をちょっと歩いてみようと思います。バーバー六本木、まあ有名な六本木の交差点でございます。六本木の交差点を起点にしてちょっといろいろと六本木のご紹介したいと思います。六本木の交差点の前にアマンドっていうケーキ屋さん、これが待ち合わせ場所ですね。アマンドって言われたらここでございます。六本木の交差点を渋谷方向に向いて今から歩きたいと思います。六本木の交差点を渋谷方向に歩いております。そうするとですね、皆さんご存知のとある建物出てきますよ。ででーん、これが六本木六本木ヒルズ族。はい、六本木交差点を起点に渋谷方向に六本木通りを歩いた左手に見えてきます、六本木ヒルズでございます。六本木ヒルズの方向に行くとテレビ朝日もありますんで、よかったら行ってみてください。でテレビ朝日がね、新しく作ったところに今から行きたいと思います。バイバーイ。テレビ朝日が新しく、まあ数年、だいぶ前ですけど建てた EX シアターです。六本木交差点を起点に六本木通りを渋谷方向に歩いて10分以内に右手に 見えてきます EX シアターです。はい、六本木交差点に戻ってきました。六本木交差点を起点にしてこの外苑東通りっていうのを、乃木坂方向はどっちですかって聞いてください。それをまっすぐ行けば、で右手に見えてくるのが東京ミッドタウン。東京ミッドタウンでございます。きらびやかですね、きらびやかですね。眠らない街新宿と一緒で、六本木も眠ることはないと思いますね。はい、じゃあまた六本木交差点に戻ります。六本木交差点に戻ってきました。六本木交差点を起点にして今度はこの外苑東通りを飯倉の交差点方向どっちですかと聞いてください。飯倉の方向に外苑東通りを進みます。右手に見えてくるのが昔からある六本木にあるロアビルです。もう取り壊されるとのことなので、もし東京観光来たら今のうちに見ておく昔ながらの六本木の象徴かもしれません。どこにでもあるんですけど、六本木でよく道を聞かれるのがロアビルのトイメのドンキホーテ、寿司三昧で、ツルトンタンですね。これもよくなんか道聞かれますね。ツルトンタンどこだ、ツルトンタンどこだっつって、ツルトンタン反射してあれですけど、ロアビルの対面にあります。でロアビルの目の前の交差点からはこんな東京タワーがね、綺麗に見えます。いいっすね。ということで、浜テレビ東京観光編六本木をお送りしました。なんかトラがいる、トラがいたんでちょっと撮っときます。はい、ということで、六本木編、東京観光六本木終了したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あー忘れてた、英語を勉強して英語でやる予定だったのに、まあしょうがない。はい、じゃあチャンネル登録お願いします。またね。テレビチャンネル登録よろしくね。